去年の全国でのサンマの水揚げ量が一昨年に比べて 66% 減少し、過去最低を記録したとサンマ漁師などで作る業界団体が今日発表しました。要因としては海水温が上昇したことによって冷たい水を好むサンマが日本の近海に来なくなったことなどが指摘されています。水揚げ量が減った影響で卸売価格はおよそ 1.7 倍になりました。